ド、ライズ、ザ・ボーンズなどで活動するジェシー。ジェシーイコール42がパンク版を、ヘイ、スミスの碇周平の公式 YouTube チャンネルに29日に投稿された動画に登場した。動画は、ジェシー、ザ・ボーンズ、ライズにテレビや雑誌では、絶対に聞けないインタビューというタイトルで投稿。視聴者からの質問に答えた。2019年、大麻取締法違反罪と麻薬取締法違反の罪に問われたジェシーは、東京地裁から懲役2年執行猶予3年、求刑2年の有罪判決を言い渡されている。ファンからのカツ丼って出てくるんですか?という質問に、ジェシーは、出てこないっす。けど取り調べの時に、まず初日に連れて行かれて最初の事情聴取の時に、疲れた時に、弁当は出てくる。カツがちょっと乗っかったけど弁当。おしんこも入っていた、リート明かした。また、護送車に乗り地検へ行った時を振り返り、乗っている時に、唯一外の窓が、金網がある窓の隙間から、外見えるじゃん。普通に信号でただ待っている人、いいなーって。たかが、信号待ちって、こんなに素晴らしいことなんだなと、と心境を述べた。さらに、法律を犯すと、俺はもう本当に人殺しの人と一緒にお風呂入ったり、ご飯食ったり。ああ、やっぱ俺悪いことしたんだなあ、っていうのは本当に思ったと語った。バンドライズの活動予定については、もう動いています。今年は、ザ・ボーンズが10周年だから集中して、まず、幼馴染、友達として、リハビリをしている今。本当についこのまま、たしと明かした。メンバーについては、ケンケンが月で2日くらいしかライブしてない日がないから。だから会うので、精一杯、来年の春過ぎ、夏前くらいにはやれるといいなと思いますと、意気込んだ。